日本の皆さん元気でしょうか。現役生活でやり残したことはないですかってよく聞かれるんですけど、新たに出てきました。一緒にやりたかったです。対戦したかったです。もしかして小競り合いになってたかもしれないです。やってみたかったです。ビルさん、お疲れ様です。お疲れ様です。今回すごいです。スペシャルゲストが登場です。 YouTube チャンネル、おじさんですが遊んでいいですかとの初コラボ企画、はい、日本サッカー界誇る天才ドリブラー、はい、初登場です。トゥルさん、呼び込みお願いします。ゾノシさん、お願いします。前園です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、対戦してないんだなって。いや、そうだよね。思ってしまうと、うん、やってみたかったですよね。確かに確かに。でも、うん、ゾノさんもね、えやりてえじゃないですか。いや、マッチアップしたらは面白かっただろうなってツールを取って思うよ。ですよね、うん、めちゃくちゃドリブルつかかってきたらどうしようってなりますよね。どちらかというと俺シャドウ的で、はい、ワントップというのシャドウ的で、そのトップのこう両サイドこう声だったから、だいたいボランチと最終ラインの間とかポジション取ってるタイプだったから、ちょうどトゥーリオの前とかで使がってきて、俺が出てきて抜かれたらファールだ。いや、でもやってみたかったです。いやいや、本当だね。忙しい中でね。いや、忙しくない。もうテレビつければもうゾノさんしか出てないからね。いや、だいたいだから一緒に出さし、あなた帰ってきたら、あ、トゥーリオ帰ってきた、そういう時期なんだなと思いながら。でも光栄です。一緒になるじゃないですか。本当に、ありがとうございます、はい、もうね、去年もそうですし、一昨年もそうです、はい、ずっとゾノさんにね、お世話になりっぱなしです。ありがとうございます。お願いします。はい、今回は2023年を振り返っていただこうと思うんですけれども、はい、トゥーリオさん、前園さん、今年はどんな年でしたか。まあ、J リーグで言うと、まあ、神戸優勝じゃないですか。まあ、長い間こうチームにこう投資をしながら、やっとそれがこう形として実った。でそこにまあ大迫がね、まあもう代表を退いてるけれども、その中で得点を、タイですけども得点を取った、そういうのもあるし、あとは J2 かというと町田が上がったりしたでしょ。まあ、そこも資金を投資してるところがちゃんとあって結果を出した。でそれも高校の学生の監督だった黒田さんが来て結果出したっていうのは、これはなんか新しい風というか非常に面白かったなっていうのは、これまでやっぱりどちらかというとフロンターレとかマリノスっていうのはずっと来てたんで、そこにはなんか新しい風が吹いて面白かったかなっていうのはありますし、あと代表でいうと、あのワールドカップ終わってからまた新しい代表になって、ドイツ、ガチのドイツに勝ったりとか、ちょっとまたこうプラス4年、うーん、8年を務める監督って初めてなんで、その積み上げみたいなものが新しい形になって出てくるのかなっていう期待感も含めて、うん、楽しかったのかなと思いますけどね。テレさん、どんな年でしたか。いや、もう正直なところ、もう日本に来てもう全部大谷翔平しかのニュースしかないと、これでもすごいんだなと改めて思ったんですね、うん、何がクリスチャン・ロナウド、何がメッシや、ネイマール見てみろと、こんな日本人がいるぞと。確かに ね、日本は寿司の国だけじゃないぞと。本当にすごいことになりました。サッカーではないけど、やっぱ誇れるすごいよね。いや、もうスポーツ、まあ仲間としてですよね。もうこんな選手出てくるとは正直思わなかったです。いや、それはそうですね。それぐらいすごいことになりました。まあもう世界ナンバーワンのプロ野球選手と言ってもおかしくないから。全然違います。桁違いですよね。確かに。あんなお金あればですね。どうですか、その、テレビなんか出るわけないですもんね。だって日本、本当にコツコツのさ、こっちはさ、頑張ってさ、いじられながらやってんだけど、まあ楽しいけれども、だって日本の学校、その野球のチームだけ、そこにグローブかなんかを、6億かなんかの寄付ですよ、ね、もう彼の6億なんて、だって、え？もうお釣りみたいなもんすか。コンビニに行って1000円札出してお釣りみたいなもんですか。まあそうですからね。でも、いや、もう誇らしい。本当にスポーツは違えど誇らしいよね。なんか刺激にもなりますもんね。なりますね、はい、なりますね。本当にブラジルですらすごいニュースになってましたし、うん、ブラジルあんまり、ブラジルでも、そうですよ、野球なんか別に全然何にも、ルール聞かれたら全然誰も分かんないですよ。
それで話題になるぐらい話題になって、誰だ誰だと大谷ってやっぱり気になるんじゃないですか。もう本当にトップニュースになってて、やっぱりすごいな、うん、すごいことだなって改めて思いましたね。こんな興味ない国ですらこんな騒がれてる、ね、日本だったらまだ分かるけど、まだいいじゃないですか。ブラジルでもうサッカーしか喋れない国ですけどいや、そんだけすごいことってことだもんね。そうですよね。さあ、そんな2023年でしたけれども、はいはい、まあ、今回トゥーリオ TV 的ということで、うん、はい、こちらがあの選ばせていただいた、はい、サッカーのニュースに特化した重大ニュースを振り返っていければなと思います。まずは森保ジャパン怒涛の公式戦8連勝ということで2人からです。昨年のねワールドカップで、はい、強豪国、まあ、これまでの歴代優勝国スペインとドイツ勝ったじゃないですか。もちろん勝ちました。でも目標としてた森保ジャパンのベスト8はいけなかったよね。でトゥーリオの時も、決勝トーナメントだけどそこの壁は、壁が、はい、それはずっと一緒で、その強豪国に勝ったから、うわすごかった、いい試合、確かにいい試合だったけども、いやベスト8は目標は達成してないよねっていうところが一番大事なところで、で結局そこから上に行くために日本サッカー界がどういうことをやっていけばいいかっていうのが、まあ多分もう明確になったと思うね、俺の中では。それはやっぱりドイツスペインにその試合では勝ったけれども、勝つことが大事だから、あの作戦を取って7-3-8-2、まあ守備的に行って守って少ないカウンターで点が取れた、うん、で結果がついてきた。だけどそれをやってたら多分ベスト8以上はいけないよ。やっぱりある程度自分たちが主導権を持って攻撃の時間も増やして、得点のチャンスもたくさん寄り作って試合を進めていくサッカーをしないと、10回に1回はあの戦いで勝つけれども、あれ多分もう1回やったら多分勝てないんですよ。でもそれは多分はっきり分かっていて、にわかは分かんないと思うけれども、多分、うん、トゥーリオとか、まあ、みんなサッカー界の人は分かって、多分森保さんもそれは分かっていて、で次の4年、この23年からどうしていいかっていうことを多分考えて取り組んできて、その8連勝につながってると思うんだけど、それは選手もそうだと思います。おそらくこれまでは相手が強いから自分たちのある程度強みも捨てて相手に合わせてサッカーをして、1対1の場面でも相手がこの選手すごいから2人で守ろうよ、カバーリングしようよっていう、多分みんなで協調して戦おうよっていうところから、逆に言うと1対1、11対11なんだから1対1で勝ちゃいいでしょ、勝たないとやれないよこの先っていうところがなんとなく明確になって、選手もそれを持ち帰ってなんか今につながってんのかなって俺は印象、はい、僕もどうですか。同じだと思います。はい、うん、やっぱり、うん、あの試合では勝ったかもしれないけど、うん、10回中に1回しか勝てないぐらいの相手だったよって、それぐらいレベルが高かったし、相手のミスがあってのこう日本の勝利があったっていうのが、やっぱり自分たちが圧倒した試合でもないし、五分五分の試合でもなかったと思うんですよね、うん、では前園さんが言ってるようにやっぱりそこを明確になってきたのかなっていう感じがします。たまたま勝ったわけじゃないけど、ちゃんと戦略を立てて守備的に行ってチャンスをものにするって形で見事それで点取ったけれども、 あれがじゃあに次の試合で同じようになるかって多分ならないし、勝つパーセンテージを上げるにはある程度トゥーリオが好きな攻撃的に主導権を握りながらサッカーをするっていうところが明白になって、でもそれをちゃんとこの23年になってからやっぱり、代表として戦ってきて、でガチのドイツにも、まあ、ドイツで確かにあんまり調子良くない、監督もあんまりこう解任とか噂が出てたけれども、あのアウェーの中で違うサッカーを見せてくれたっていうのはすごくこう希望につながったかなと思いますね。アウェーであれだけのサッカーができたのは素晴らしかったですね。うん、それは思いますね、うんうん、まさに今ドイツのお話しましたけど、9月9日のドイツ戦4対1でアウェーで勝利、そして FIFA ランキングも抜いて、あそうだね、ドイツより上回ったんだよね、そのあたり改めていかがですか。どういうサッカーをしてくれるか、そのワールドカップ以降っていうところでの一つの目安だったと思うんですよ。アウェーのドイツで、まあ、ある程度ガチで戦うですごい、興味があったし、その中で、まあ、いわゆる一歩も引かず、うーん、ラインも下げず、
高い、まあうん、ハイラインを取りながらコンパクトにしてリスクもある戦いをしてると思うんだけども、まあ、これはワールドカップじゃないからできた部分も多少あると思うけど、でもあんなサッカーをして、あこれで十分やれる、ドイツ圧倒するのは、まあ、調子悪いって言ってもメンバーはもうスペシャルな選手ばっかりだったんで、その相手にも全く引かないで1対1でも勝負できるし、それこそ、トゥーリオと同じポジションの冨安なんかは、あの前半のところでザネが抜け出してフリーで1対1のところを追いついて足出して止めたシーンがあったんですけど、あれとか、あやっぱこういうことができるんだ普通にっていう、まあ彼らにとっては日常だと思うんで、やっぱり世界で戦ってて、でもあそこ追いつけたのはすごいですね。なかなか戻せられないぐらいの状況でしたよ ね、ちゃんとこう対処してコースに入って、まあその後もあの後半だったかな、ザネとこう体ぶつけ合ってボール取りって吹き飛ばしてたけど、ああでもやっぱりこういう選手が、だから11対11なんだっていう1対1のマッチアップで奪う抜き去るっていうところができれば、日本も十分戦える、でもそういう選手たちが今出てきたなっていうのを改めて感じた試合、可能性を感じた試合だったかなと思うけど。すごかったですね。どうする、いやでも、比較的にこう今調子を下げてきてるんです、まあ、ブラジルワールドカップ後はもうドイツ全然こううまくこう調子に乗れないっていうか、なかなかいい活躍できないのがもうずっと続いてて、まあ、今回のワールドカップ挽回しなきゃいけないっていうところでまた日本に負けて、それで会員になったからね、それで会員になって、うん、でじゃあもうこれからやっぱり新たにスタートしなきゃいけないと、ワールドカップでいろいろ反省したところであの試合じゃないですか、うん、とてつもないプレッシャーがドイツにあったわけですよ、うん、これは絶対ドイツはもう食い物しっくりで、もう絶対もう本当ライオンの目線でこう日本に取り掛かってくるのかなって思ってたら、その中でももう淡々として、うん、えなんだっていうぐらいのね、うん、素晴らしい活躍してくれた日本、うん、勝ったんじゃなくてもう圧倒したっていうことが、もう 2-1 とか1点差とかで勝ったわけじゃなくてね、本当、うん、4点を打ち込めて、うん、これは日本のレベルがちょっとドイツと比較しても少し上になってきたのかなっていう感じがします。確かに明確に目標になってる日本と未だにちょっと迷走してるドイツの違いが出た試合なのかなと思いましたね、うんうん、確かに。そして女子サッカーなんですけども、なでしこジャパン、7月のワールドカップオーストラリアニュージーランド大会で、まあ、惜しくもベスト8でスウェーデン敗退というニュースもありましたけれども、まあ、ブラジル遠征では敵地で1勝1敗、はい、まあ、黄金時代を感じさせる強さもあったと思うんですけど、お二人はなでしこどう見られましたか。でやっぱり2011年にワールドカップ優勝して、まあ、それこそその時に、まあ、沢さんとか川澄さんとか、まあ、いろんな中心選手がいて、まあ、その印象がどうしてもやっぱり強いでしょ、やっぱり、うん、でそこからこうだんだん世代交代が行われてきて、なかなか、まあ、難しい時期もあって、まあ、その中で WE リーグができて、で少しずつこう女子の選手たちが進歩してきて、で若い世代は比較的、ワールドカップでもアンダーセブンティーンとか20とかでは優勝とか準優勝とか結果を出してきて、ようやくその選手たちが、トップの代表に来て、まあ、今があるのかなって、どちらかというとやっぱ11年の呪縛じゃないけど、あそこを基準に考えちゃうから、まあうん、あの時はその後の、12年のロンドンかなも、準優勝かな、はい、ね、してきて、どちらかというとそれまでの日本ってそんなに注目されてなかったから、急にあそこで、まあ、すごくこう成長して結果も出したから、まあ、アメリカドイツとかが強豪だったけれども、なんか日本のサッカーが、うん、いわゆるパスつないで俊敏性があって、でみんな連動して、それになんかこうまだ分析されてない戸惑ってる中で結果が出た。でだんだん今度は、まあ、多分これから の, そのサッカートゥーリオが言ってた日本代表の男子もそうだけども、今度は少し分析されて追われてくると思うんですよ。でそれがずっとこの何年かあって、じゃあ女子のサッカーはあのヨーロッパのチームとかやっぱ上背もあってフィジカル強いし、そこに頼ってたところがやっぱパスもしっかりつなぎ始めて、で連動もしてきて、まあ、そういうサッカーをしてきたら
なかなか日本がそこでこう、試合をコントロールできないのがずっとこの何年もずっとそうだったと思うんですけど、そこになかなかなんていうのかな、日本代表のなでしこがそれを分析できてないっていうのがなんとなくここ何年かかなと思いますね。もう他のチームパスをしっかりつなぐし、その中で技術もあるしフィジカルに頼らないから、プラスそこで、高さもあってっていうところに、ちょっとそこをじゃあこれから、もう一回上に行くには日本の女子のサッカーがどういうサッカーをするのかなっていうのはちょっと今は、興味がありますね。いやーもう僕もちょうどそのベスト8になるかならないかの試合のを見たんですけど、もうすごく応援してたし、うん、期待はめっちゃくちゃしてたし、やっぱりこう正直なところよ、もうなでしこの方がレベル的には今の男子代表より上だっていう、もうこれはもう誰もがもう認めなきゃいけないことですけど、いやこれいけるんじゃないかなと、ここではもう勝てるんじゃないかなと思った試合で、やっぱり視点の仕方がもう少しこう言い過すぎたのかなと、うん、やっぱそういうところちょっと落とし穴があったような感じがして、うん、フォワードもめちゃくちゃ取れるし、うん、PK までね、うん、2回ぐらい与えたのと自分たちでもらったのもあったし、あそこで入ってればやっぱ勝負どころでちょっとこう弱さを見せてるのかなという感じがしましたね。でさっきも言ったんですけど、まあこれでワールドカップが終わって修正しなきゃいけないところがあって、ブラジルの遠征行ったじゃないですか、うん、同じの失点の仕方してるんですよ。やっぱりまたあのトップのところに戻りたいんでやったら、今のサッカーはそういうところは見逃してくれない、うん、やっぱここは修正して簡単に失点したら自分たちは簡単に点取れないと、うん、やっぱその課題はクリアしない限り、二度とこのなでしこがトップに立つっていうのは難しくなるのかなという、まあ、改めてこう、ね、トップに行ったからこそ言えることだと思いますね、はい、あのおそらく多分そのフィジカル的なハンデはこれからも変わる、はい、特に女子は、ね、男子はまだあれだけど、女子は特にそこのハンデはずっと、うん、ついてくると思うんで、なんかそこをじゃあ日本はもちろんパスしっかりつないでっていうところあるんだけども、その簡単にやっぱり取られたりとか、あのそのつなぐところの判断が少し遅かったら、寄せられたらやっぱりそこで奪われちゃうから、女子の場合特に細かいけれども、そういうところをもっと修正しないと、技術はあるんでつなぐサッカーだけれども、そこのクオリティをもう少しちゃんと上げていかないとっていうのはなんとなくやっぱり、うん、課題としてはずっとあるのかなっていう印象ですかね。期待はしたいですね。してますね、うん、はい。それでは G リーグ、はい、に参りましょう。ほう、まあ、前園さんとチームメイトでした吉田貴之さん。ああ、貴之。ヴィッセル神戸、うん、先ほどもお話出てましたけども、はい、初優勝です、まあ、ついにスター軍団ビッグタイトル、そしてトゥールさんも J1 優勝予想してたと。おお、これ予想してましたよ。聞かせていただければなと。一番初めの神戸優勝してました。それもシーズン前前ですよ。それはする前ですよ。それはかけれよかったっすじゃないか。ベッドかなんかに。それは結構誰も予想してない。誰でもなかったんじゃないですか。本当に。はい。俺来ると思ったんですよ。おお。全く俺はもう全然思ってもなかった。正直。うん。まあでもね、先ほど言った吉田貴之はまああのフリューゲスでも一緒でしたけど、まあ元々ヴィッセルにも一回こう監督もやってるし、また一回外れてですけども。なんかまあ楽天っていうバックボーンがあって資金があって、まあ、いろんな選手を呼んで、結構その優勝した年にじゃあイニエスタもいなくなった、ほとんど日本人だけ、日本人で良かったんじゃないのって、日本人結局日本人だけでいいじゃんっていう声もあるけれども、僕はそこの積み重ねがあって今があると思ってるんで、イニエスタもまあもちろん、はい、年齢的にあれだし、その運動量とかっていうことを考えるとあれだけど、もともとやっぱり彼が落とし込んだこととかっていうのを見てる選手たちだったりとか、試合以外の時間の方が多分長かったと思うので、まあイニエスタだけじゃなくて他の外国人から学んだこともあると思うし、まあその中でこうちゃんと結果がついてきたのが、まあ、今年で、そこにまあ大迫とか、あとそこに相棒のちゃんと武藤が戻ってきてとか、まあ、そこの2人で完結できる部分もあったし、
すごく見てても楽しかったし、まあ、ちゃんとこうこれだけ補強するとこういう結果が出るっていう部分ではすごく良かったと思うんですよ。なかなかこれまでなかったんで、ちゃんとお金つぎ込んだら結果出るよっていうところが、なんかそれは一つ良かったのかなっていう、そのもともとあるチームの企業がバックボーンであるところもいいけれども、ああいうふうになんか、うん、新しい形で結果が出たっていうのはすごく、うん、僕は良かったのかなっていうふうには思いますよね。はい。なんで予想したのそんな。いやー、これまでの神戸見てたら、実はですよ、うん、実はね、昔によう言われてたことがあって、外人が良ければいいっていう問題じゃないですよ。もちろんだから外、まあ、自分が言った場合、外国人枠が3人しかね、はい、日本人が良くないとどんな外人連れてきてもダメなんだと、うん、でよう見てると、うん、神戸はこういう選手とったら、いう選手とったら、やっぱいい日本人は詰めてきてたのかなと、うんうん、それを予想した上で、うん、あ、じゃあイニエスタがいなくなる、あ、でもここでみんな一段となれることが素晴らしいことになると、なるほど、あそこがポイントだったような気がしますね。なるほど、本当にまあいろいろ盛り上げてくれたイニエスタも言ってね、うん、まあ、またも来たりとか、まあ本当に正直、ね、神戸今年の目立った外国人がいたって言ったら全然いなかったんですよ、はい、うん、まあ、そこでやっぱ日本人らしくみんなで一段と慣れて、うん、先頭にはやっぱよさこ、うん、武藤、山口穂田がいて、みんな引っ張っていくと、うん、だからそこが一番嬉しかったのかなっていう感じはしましたね。でもそこなんとなくちょっとそうなるんじゃないかと予想してた、予想してましたね。で、吉田さんが書いてきたもいいんじゃないですか、うん、やっぱ外国人監督がやったとか、はい、でもう一回経験して、うん、またこういう時にね、また戻ってきて優勝できたのが、うん、これなんかストーリーがいいような、確かに感じがしましたね。そうだね、はい、それは多分いろんな資金力あるから、いろんなこう監督もこう変えたりとか、まあ、できたっていうのもあるし、監督の問題じゃなかったっていうのもまた出てきますよね、うん、そう、はい、出てくるし、うん、まあでも、うん、すごくこうなんか楽しめた。あ、そう、でも我々もそうじゃないですか、今年全部だって関西に持っていかれてるじゃないですか、野球もね、野球もね、サッカーもね、本当やっぱりちょっと関東も踏ん張ってくれないと確かに全部持っていかれましたよね。だからあんまスポーツ的なもう本当にこう東海からこうここに来るとちょっと持っていかれたような感じがしますね。関西が盛り上がった年だったよね。確かそうですね、阪神が、だってオリックスと阪神だったからね。そうですよね、どっちもですよね、うん、そう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 、こんなめったなことないです。そういうことなんですよまあ一方その関東のチームですけど、はい、いいニュースと悪いニュースが、まあ、あったチーム、ほうほう、なんだ、浦和レッズなんですけれども、はい、3度目の ACL 制覇と、まあ、偉業を達成したんですけれども、はい、まあ、8月の天皇杯グランパス戦、まあ、ライバルのグランパス戦ではサポーター同士のこう、うん、大暴れ、あ、ありましたね、ありましたね、まあ、その時のニュースも豊田さん語ってたりとか、はい、しましたけども、お二人これどう見られますか。まあ、両チームともいた、そうですよね、さらに悲しいんですよね、話と、まあ、まあ、僕サッカー以外の番組もやってるんで、そういうとこにもニュースとして上がってくるんですよ。まあ、いろんなニュースがある中で5項目あったらそこに入ってくるっていうのはやっぱりあまり嬉しくない。でそれを語らなきゃいけないんで、時事ネタっていうところで、スポーツのいいニュースだったらいいけど、そういうのが入ってくるとやっぱりちょっと、うん、辛いですよね。で、まあ、元々いたレッズなんかはもちろん熱いサポーターなんで、それがすごくパワーにもなるし、逆に言うとそれが違う方向に行くとマイナス面な面が出てきて、まあ、これまでもレッズはいろんなことがありましたよね当然あるから、でもあの熱狂的なのがやっぱりチームの後押しになってるのは間違いないし、俺さ、トゥールよにもこう聞きたいんだけどさ、はい、あの J リーグの文化でさ、サポーターがなんかこう、なんていうの、何かいろんなことが起きたりとか、不甲斐ない試合して負けたら納得いかないで、はい、でスタジアムに残ります、はい、あそこに選手とかなんか社長が出ていくって、あれ何なの、あれさ、ブラジルである、ないです、多分ないですよ、居残りしてる、はい、でなんかそこ出て行ってなんか説明してなんとか本みたいなので、はい、でちょっと丸く収めて帰るみたいな、あれって、まあ、いつから始まったか分かんないけど、あれってまずブラジルでもないしヨーロッパでもないじゃない、はい、
やっぱ僕も意味があるかさ、まだ意味ないと思うんですよね、うん、少しまあ不満してる、まあ、やっぱ勝ち負けがつくっていうのが、まあ、これは大前提にある。これも勝つ日もあれば負ける日もあると、うん、あそこに居残って例えば自分のバスに何か投げられたりとか、ああいう止めて社長って社長出してこないとかキャプテン出してくる、うん、俺はそれ別にそれに応える必要はないと思います。でもどっからか多分なんかもうなんか答えてからもありました。あったでしょ。はい、ありました。何回も止められました。とっくにレッツが弱くなってきた頃にはもう負けたらもう、あ、もう今日また時間かかるんだなって帰るのにはって思いながらまあブラジルとかヨーロッパでまあちょっとバスのところにこう待ってて、なんかあーとか言うのはあるじゃないですか。ブラジルもあるし、はいはい、ヨーロッパでも例えばもう不甲斐ない試合したらサポーターってもう試合終わる前に帰るんですよ。帰ったりしますよね、はい、それが選手にとっては一番の屈辱だし、でも日本はなんかそういう文化になってサポーターが居残って、まあ、なんかこう選手もしくは社長出てきてとか、あれがちょっと俺の中ではちょっとあれは何なんだろうなとか思いながら、僕はサポーターだったら一番選手に応えるのは多分試合中にもう帰っちゃう、10分前とかウィングしたらいいじゃないですか、うん、うーって言いながらもう選手が出ていくのがスタジアムに目線入るとそれ選手は結構ショックだと思うんですよ。だからなんか あれはどうなのかなっていうのはすごくいつも思ってるし、まあそれこそそのグランパスのあれってまあだから競技場の問題もあったでしょ。そうですよね。ね、はあ、だからちょっとすぐ降りれてちょっと近かったっていうのもあったらしいんですよね。まあでもあの日本の文化ってやっぱ俺らからしたらものすごく誇りに思わなきゃいけない、うん、ニュースになってるのがやっぱりワールドカップ後のみんなスタジアムをきれいにしてちゃんとゴミも捨ててそれを持って帰るとかさ、そういうニュースは素晴らしいニュースなのに、やっぱ日本で あんなことやってるのに自分たちの国ではこんなことしてんだってやっぱりやっちゃいけないことやと思うんですよね。まあいくらそのグラウンドが近くやったとか相手が挑発したとかやっぱそれは何人か絶対いるはずなんですよ。だからそこのやっぱりバトルじゃなくて、うん、次俺らが勝つぞぐらいのね、うん、そういうぐらいにしないと、うん、今まで日本のイメージが素晴らしいイメージがある中での確かにこういう汚れるようなニュースが出てくると少しこう矛盾が出てきますし、ね、うん、良くないことなのかなと。結局3度目の優勝あたりにもかかわらずそんなことに僕らが集中いくんじゃなくてこういった悪いニュースにちょっと向いてしまうというのは良くないですよね。残念だよね。ブラジルなんかでももうしょっちゅうもう大変ですよ。だからブラジルはそれは文化で違うからね。失礼な人たちばっかりだからこれはもうちゃんとゴミをポイポイしてする文化ですからそこを直さない限りはもうなんブラジルはねなかなか難しいですサポーター同士も当然ある当然あるし、ね、あるからだからもう例えばサンポール州だけの試合だったら、うん、片方のサポーターしか入れない、はい、自分のホームチームのサポーターしか入っちゃいけない。確かにそのぐらいしないともう教育されてない人たちばっかりだから、うん、まあ残念な形になってしまう。日本はそういう国じゃないです。だからブラジルと一緒にやっぱしてほしくないし、あ、そう、ね、レベルが違う。日本人のみんなの心の良さとかそういった規律教育に関してはやっぱりもうトゥールは言えばいいんじゃないの。俺もめちゃくちゃ怒りましたよ。もうあのレッツのサポーター言いました。もうめちゃくちゃそんなことしてたらね恥かかす、うん、お互いですよ。確かに喧嘩打った人も喧嘩打った人もやっちゃいけない、うん、まあ言ってみると J の中でも、まあ、一番誇れるというか世界に誇れるぐらいの熱いなんか、はい、本当に海外見てるようなのサポーターじゃない。すごいですよ、ね、多分他のチームも羨ましがってると思うんですよ、はい、あのチームでやりたいとか。だからそのチームのお手本としてはやっぱりもっと熱いとことクリーンなとことっていう風にした方がいいですよ、ね、うん、いいと、すごくいいと思う。ロングパイルの時にもちろん見ててまずボールの置きどころとタイミングとギアのゼロからトップに持っていく速さっていうのがすごくあると思います。ちょっと違うけれども少し出るような。あ、つまれボンボーイ。はい、
is a shakedown. Se é que a bebida ameniza paixão, amargura e desprezo, esse alguém sou eu vivendo sozinho por alguém que não vive mais do meu lado. Será?